まあ、僕の、まあ、今シーズンの目標は、昨シーズンの、ミラノ5位より、上位、狙うということなので、まあ、それをモチベーションとしてそれを、目標として戦うことが、まあ、今シーズンの、目標である目標です、まあ、今回、2週間の隔離を終えてで、まあ、チームと合流したんですけど、まあ、非常に、チームの状態というか雰囲気もよくスムーズに合流できたので、今まで去年のパドバよりもとてもいい状態で、合流できて、チームに馴染めたので、まあ、とてもいいスタートが切れそうだと思います。9月の13日から、コッパイタリアが始まるんですけど、まあ、時間はない中での調整となりますが、とても、いい状態で臨めそうです。練習も、練習試合なども、やっていますが、とてもいい状態を保てているので、また試合は違ってくるとは思いますけど、とてもいい状態で、臨むことができる雰囲気ではあるので、とても楽しみになりそうですし、またリーグも27日から始まるので、まあ、そこに向けて、最大の準備をしていきたいと思います。